ケイタです。タクエです。2人合わせてケイタクです。今日はですね、はい、京都染野ということで、はい、花花さんと、はい、2020年3月1日、うん、もうコロナが世の中に蔓延しだした始まりぐらいの時以来の、はい、あ久しぶりでした ね、はい、久しぶりにやらせてもらいましたね。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで花花のお二人です。イエーイ。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。最高最高。よかろうもん。乾杯。よかろうもんいいんだけど。そうですね。なんと、はい、来週、はい、っていうか、まあ、今日のちょうど1週間になろうというか、11月27日、はい、我々の地元、はい、乗り込むよ今度は。はい、来ますか。今度は来ていただけると、はいはい、お邪魔します。福岡のボーダーっていうライバーですね。またまたゲストでいいですか。もちろんよかろうもん。よかろうもん。京都も相当盛り上がって楽しかったんですけど、うんうん、今回もならではっていうか、うん、やっぱ MC でお二人が時々こう片目を挟まれる感じ。いやいや、あれが良くて、これはもう実際その生をね、後半のみんなに見に行ってもらわんと。やばいな、なんでそんな。花花さんがその方言をものにしてるっていうところ。違うぞとか言ってもらっていいですよ。ヤジの客席からね。戦い。小島さん言いたいけど、若干ちょっとあんまね、ボキャブラリは少ない。いやしかもなんかちょっと東北なまりがなんからなんかいろいろ混ざってんのちょっとグローバルな感じで、はい、でも本当、仲良くさせてもらってて、福岡も最高のライブにしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんお支え合わせの上、福岡ボーダー11月27日ですね、はい、あ出てますね。ありがとうございます。日曜日ですね、はい、日曜日できれば遊びに来てほしいなと思います、はい、そういうわけでございまして、また福岡で会いましょう。せーの、乾杯。せーのって何かと打ち合わせなしで乾杯。